プレゼンターは全国の有力小売店402店舗が加盟する日本最大のボランタリーチェーン日本ゴールドチェーン理事長の竹内様でございます。大きな拍手でお迎えください。 Please welcome the presenter Mr. 竹内 Board Chairman 日本ゴールドチェーン Corporation。 ジュエリーベストドレッサー賞30代部門の受賞者はドラマ、CM で多数の話題作に主演され可憐な美貌で大きな人気を博しています。今年の NHK 大河ドラマ女城主直虎では主演も務める日本を代表するトップ女優です。また女優業に加え歌手としても才能を発揮し活躍の幅を広げ続けるこの方こそ宝石の美しさと輝きにふさわしいと絶大な支持を集めての受賞です。A multi-talented top actress, who also enjoys a successful career in singing. This lady embodies the true beauty of a precious jewel. 発表いたします。女優歌手の柴咲コウさんです。盛大な拍手でお迎えください。The actress, artist, コウ柴咲。まずはじめに表彰状が贈られます。表彰状第28回日本ジュエリーベストドレッサー賞30代部門柴咲コウ殿以下殿おめでとうございます。続いてトロフィーの授与です。柴咲さんには次の副賞が贈られます。 EH 様よりマダマ真珠オーロラブルークイーン XL Human Aurora Madama Aurora Blue Queen。 光神宝飾様より18金ホワイトゴールドダイヤモンドネックレス光神ジュールズ18カラットホワイトゴールドダイヤモンドネックレス。サンマ真珠様より18金ホワイトゴールド南洋真珠ネックレス。サンマ真珠真珠18カラットホワイトゴールドサウスイーパールネックレス。ジャカナジャケナジャパン様よりリリーダイヤモンドリングリリーカット。ジャカナジャケナジャパンリリーダイヤモンドリングリリーカット。パールジュエリー伊藤様よりパトラカラーグラデーションネックレス。パールジュエリー伊藤パトラカラーグラデーションネックレス。フォルテ様より琥珀製桜モチーフ蒔絵デザインネックレス。フォーテアンパラカワークデザインネックレス。この他にも多数のジュエリーが贈られます。それでは柴咲さんには坂本貴金属様よりご協賛いただきました18金ホワイトゴールドダイヤペンダントをつけていただきたいと思います。坂本金金属18カラットホワイトゴールドダイヤモンドペンダント。それでは竹内様エスコートをお願いいたします。どうぞ皆様にご披露をお願いいたします。それでは柴咲さん受賞のお喜びの言葉をお願いいたします。改めまして柴咲コウです。本日はこのような素晴らしい賞をいただきとても感激しております。ありがとうございます。私はですね、仕事柄いろいろな宝石を身につけることが多いんですけれども、実際自分で普段着用するかというと、そのような機会はあまり今まで実はそんなに数多くなくてですね、今回この賞を受賞いたしまして、また今日この会場に足を運んでいただいて、皆様 の宝石を間近に見させていただいてすごく感激しましたので、今後普段からも身につけたいなと思っている所存でございます。
ていうのは、まあ、物質的なもので、だけどそこに宿るものっていうのは人の心だなと思って、今日会場を歩かせていただいても思ったんですけれども、そのものを扱う人の情熱が素晴らしいなと思いました。人に物を送ったり喜ばれたいなという、そういう気持ちを送り合う時に宝石っていうふうに使うのかなと思いますけれども、私もそういう気持ちをきちんと確かめながら自分で購入したりだとか、人に物をくれる人でありたいなと思っております。まあ、何はともあれどのような宝石を身につけても中身は伴わないと似合わないと思いますので、これからも年を重ねるごとにもっともっとこういった宝石が似合う動物になれたらいいなと思っております。本日はどうもありがとうございました。おめでとうございました。 Congratulations。 続きまして、ジュエリーベストドレッサー賞40代部門の受賞者を発表いたします。 We move on to the 40s category。プレゼンターは東海地区に41店舗を展開し、毎年本店で積極的に仕入れをされておられます川澄社長の川澄様です。どうぞ大きな拍手でお迎えください。 Please welcome the presenter, Mr. Kawasumi, President of Kawasumi, a jewelry train from the Tokai region. ジュエリーベストドレッサー賞40代部門の受賞者は、1988年ドラマ海の群星で女優デビュー、以来多数のドラマ映画に出演し、常に第一線で活躍を続けておられます。昨年は恋ダンスで大ヒットしたドラマ逃げ恥にも出演され、いつまでも変わらない美しさで注目を集めました。年代を超えて輝きを放つこの方こそ永遠に輝くジュエリーがふさわしいと、業界から圧倒的な支持を得ての受賞です。 She has a highly successful acting career that spans three decades. This A-list actress radiates the timeless beauty of a precious jewel. 発表いたします。女優の石田ゆり子さんです。盛大な拍手でお迎えください。 The actress Yuriko Ishida。 表彰状が贈られます。表彰状、第28回日本ジュエリーベストドレッサー賞40代部門、石田ゆり子殿、伊賀堂君です。おめでとうございます。続きまして、トロフィーの授与です。石田さんには次の副賞が贈られます。エクミス様よりプラチナダイヤモンドペンダントネックレス。エクミス、プラチナダイヤモンドペンダント。奥の宝石様より18金パールステーションネックレス。奥のジュエリー、18カラットパールステーションネックレス。広報商事様よりダイヤモンドペンダントネックレス。広報商会ダイヤモンドペンダント。佐伯宝飾様より18金イエローゴールド白蝶ゴールデンパール箱屋パールダイヤリーペンダントネックレス。佐伯ジュエリー、18カラットイエローゴールドサウスシーパール箱屋パールダイヤリーネックレス。 GGP 様よりプラチナダイヤモンドペンダント。 GGP ダイヤモンドネックレス。この他にも多数のジュエリーが贈られます。それでは石田さんには片岡商店様よりご協賛いただきました18金ホワイトゴールドダイヤモンドペンダントをつけていただきたいと思います。片岡商店18カラットホワイトゴールドダイヤモンドペンダント。それでは川澄様、エスコートをお願いいたします。どうぞ皆様にいいご披露をいただきたいと思います。
さんに受賞のお喜びの言葉をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。皆様、本日はこのような素晴らしい賞をいただいて本当にありがとうございます。私は、かれこれ20年以上前に、こちらの賞を20代部門でいただいていまして、その時はもう確か私25ぐらいだったかなと思うんですけども、22年前になるんですけど、本当に緊張して何をここでお話ししたか全く覚えておりません。ただ本当に素晴らしい成績をその時もたくさんいただいて、まだその当初は本当に子供で、アクセサリーというものは自分とすごく距離があって、つけると緊張するような存在だったんですけど、さすがにそこから22年経って、今、私47歳なんですけど、宝石ですとか、ジュエリーというものが、いかに自分にとってお守りのような存在になっていくかということを、ここ10年ぐらいですね、すごく感じます。はい、私にとって宝石はジュエリーはアクセサリーは全部お守りのような存在で、すごく自分にパワーを与えてくれたり守ってくれたり、自分らしく存在するために力を与えてくれるものです。あとは受け継いでいくもの、私がいつかこの世からいなくなってもそれは残って私のメインですとか、まだ若い人たちに継がれていくものですので、それは本当に素晴らしい存在だなと思っています。ですので、そうですね、自分に与えられた今日 も素晴らしい宝石をたくさんいただきましたけれど、愛情をたくさん注いで受け継いでいくときにいいものを残していけるように、愛情いっぱいにつけさせていただきたいと思います。本当にありがとうございました。おめでとうございました。 Congratulations。 続きまして、ジュエリーベストドレッサー賞50代部門の受賞者を発表いたします。 The next presentation is for the 50s categoryプレゼンターは IJT のもう一方の主催者であります日本ジュエリー協会会長であり、574店舗を持つ日本最大の小売チェーン店。